はい、こんにちは、源之助です。今回はジェントルモンスターとタンバリンさんのコラボにやってまいりました。ここが東京初の店舗だということで、今日は楽しみにしてます。サングラス自分好きなので、どんなサングラスがあるのか、いろんな形やカラーやデザインがあるっていうので、ジェントルモンスターさんはとても楽しみです。はい、ちょっと風が今日強くて髪がこんな感じになってるんですけど、今日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はいはい、店舗に来ました。最初にあの顔すごくないですか？ちょっと触ってみたいと思ったんですけど、ちょっとなんか控えてって言われたので、今日は控えさせていただきます。触るのとりあえずサングラスからいろいろ商品見ていきたいと思います。今日は同じ事務所の富山ひゅうが君と一緒に回ってみてます。はい、大きいですよね、彼。いや、ケンタシ君と変わらないです。いや、絶対変わるから。何センチ？自分86です。86。180、僕が1なので5センチぐらい差がある感じで、デカデカコンビでやってます。よくイベント重なるんで、彼とは仲良くしてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、こういうサングラス、いろんなデザインだったり、カラーあって、可愛くないですか？今回マルジェラさんともコラボしてるらしいので、いろいろまた見ていきたいと思ってます。すごい、眉毛まで、まつ毛も眉毛まで、なんか濃い、俺が言えないけど。では2階に結構、2階結構勧められてるので、なんか2階に行こうと思います。何があるんですかね、なんかちょっと期待していいですか？サングラスだけなのか、それ以外なのか見てみよう。サングラスかけてるとこ多分まだ見せてないですよね。なんかまた2階は2階ですごいですね。本当にデザインたくさんのサングラスがありますね。多分一個一個本当に違うデザインで、カラーリングが。これこの間のグミのコレクションだね。ね、グミのやつ本当にグミっぽいですよね。自由にかけていいらしいので、ちょっとかけてみたいと思います。似合うかな。いい感じですか？うん、似合う。似合います。サングラス、サングラス好きなんですよね。全然かけないですけど、かわいい。いい感じですね。かわいくないですか、このグミみたいな。砂糖がついてるみたいですよ、本当に。美味しそう、サングラスが。やば、これめっちゃ、これめっちゃ好きですね。なんか普段でかけたらめちゃくちゃ目立つような、本当に差別化したい時にファッションでできるアイテムですよね。かわいい。すげえ、ピンク。めっちゃかわいい。何が似合うかな、俺。このポップな感じのやつかけてみたいと思います。でーん。やば。似合いますか？いいですね。いい感じ。じゃあ、ヒューガ君がかけてると撮っちゃいましょう。いいですね。源之助が選びました。これ一回いろいろかけてみたくて。これだ、かっこよくないですか？めっちゃ。これかけてかけていいですかね。絶対これかわいいっすよね。これ合う自信があるんですよね。めっちゃかわいい。めっちゃ似合うわ。すげえ、かわいい、これ。めっちゃかわいいですね、これ。これ、かわいくないですか、形。取っていいんですか、リップバーム。多分、リップですね。こんな感じになってます。すごいね、かわいい。かわいいですね。うん、なんか持ってるだけでなんかおしゃれっていう、普通のやっぱ形と違って斬新な可愛いデザインが多いですね。まだこっち見せてなかったよ。これなんだ、シャワーボディローション。すげえ、なんかボディローションもなるんだ。これはハンドクリーム。これってハンドクリームですか？すげえ、香りが違いまして、はい、ありがとうございます。
これ嗅いでみてもいいんですか。はい、もちろんです。いい匂い。ちょっとつけてもいいですか。ありがとうございます。おお。めっちゃいい香りですね。これが一番人気の、ありがとうございます。めっちゃありがとうございます。フローラル。あ、僕こっち好きです。はい、甘いの好きで、匂いが。イメージすごい合ってます。合ってますか。あ、いい匂い。これもいいですね。甘めが好きで。そうですね、甘め。めっちゃフローラル好きです。ありがとうございます。これ、皆さんめっちゃいい匂いです。フローラルの香り。おすすめ。よし。はい、ってことで見てきました。本当にたくさんいろんな商品があって、やっぱいいですね。ジェントルモンスターカラーもデザインも本当に斬新、とってもなんか差別化できる商品だなと思いました。ファッションにワンポイント、サングラスっていうワンポイントのアイテムだけで、ぜひ皆さんもここ表参道のジェントルモンスター、こういう感じですね、ぜひ来てください。あと僕のチャンネル登録といいねボタン、バトボタンでもいいんで、どっちでもいいんでよろしくお願いします。では皆さんまた、バイバーイ。